ははい皆さんこんこにちはお疲れ様でですすの時事ニュースチャンネルですあの前回、ヒロシがね、あの時事ニュースチャンネルの方で、このなんか反ワクチン破産、ね、プラグを抜こう運動をついに開始っていうことで、結構波紋を呼んだんですけども、まあ、これ実際にやったら一体どういう罰則になるのみたいな、どんな罪になるのって結構ね、あのみんな気になってる方いらっしゃったんですよ。なので、えー、こういうニュースがありました、えー、ワクチン冷蔵庫、プラグを抜こうが、えー、話題に、えー、本当にやったらどうなるのっていうことで、まあ、これ、Yahoo! ニュースあったんですよ。えー、多分大元は弁護士 ちょっとこさんだと思うんですけども、まあ、あの業務妨害や器物損壊になりうるということで、義兄業務妨害罪とか、なんかいろいろ3年以下の懲役、または50万以下の罰金とかですね、結構いろんなのがあるんですよね。なので、ちょっとそこら辺をニュース読んで解説して、まあ、あのその後にですね、なんか結構いろんなあのツ,イートが、えー、ツイートがありますんで。 ああのね、ここら辺もちょっと見ていければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあちょっと読んでいきましょうかね。はい。まあ、その前に、えー、この前読んだやつが、えー、これでしたかね。ジッ .com さん確か広紙読んだんですけども、えー、これだけでちょっといいなと、えー、リツイートだけ先にしておきます。はい。じゃあちょっと読んでいきます。はい。えっ、ー、と、温度管理が難しいとされる、新型コロナウイルスワクチン、えー、接種が本格化した5月下旬以降、えー、ミスによるワクチン廃棄の報道も頻繁に目にするようになりました。ねここで、 やばいですよねあのなんか実はミスじゃなくてねコンセントを抜いていたかもしれないみたいなねしかもなんかそれを先導していた人もなんかあのアカウント凍結もしくは削除してドローンみたいなねなんかそんなことになってるらしくてちょっとかなりカオスな状況になってますよね、はい、中でも多い類型の一つがワクチンを保管する冷蔵庫冷凍庫のプラグが抜けていたというものえ Twitter には、ね「プラグを抜こう」ハッシュタググプラグを抜こうというねハッシュタグも見られることから意図,的な行為を意図的な行為じゃないかと疑う行為もあるということですねで これやばいですよね本当にでも,もう一種の一種っていうかもう完全にテロじゃないですかこれね冷蔵庫のコンセントだってそうそう抜けるもんじゃないし仮に何かにつまずいちゃったり、まあ、例えばねコンセントに足引っ掛けてねなんか抜けちゃったとしてもすぐやるでしょやべ引っ掛けちゃったっつってズ、ね、ボってまたすぐやるし何かしらの方向があるでしょ 部屋の施錠をして、はい、完璧です。閉じまり OK です。って言って、ガッチャンってドアを閉めて、次の日来たら冷蔵庫のコンセントが抜けてたって、絶対おかしいんですよ。しかもこれ一箇所じゃなくて、全国で相次いでるわけですから。 絶対にこれはおかしいです。内部犯行だと思いますよ、広島ね。はい。え時事通信の記事が話題になった。はいえ。時事通信は6月28日、ね、さっきやったこれですよね。はい。あのさっきあのリツイートした、この時事通信さんなんですけど、え全国で相次ぐプラグ抜け、えワクチン冷蔵庫を廃棄原因に、ね、ネットで呼びかけもうというタイトルの記事を配信え。問題が起きた自治体や冷蔵庫メーカーなどを取材し、 自然に抜けたとも考えづらいなどのコメントを紹介してる。だって冷蔵庫のコンセントってそんな自然に抜けますかだって何十年でずっとコンセント、ね、冷蔵庫って入れっぱなしだけど抜けたことなんかねえや普通にねで。しかも抜けやすいようにさそんなあの配置してるとも思えないんだよね。うん、しかもほら全国で相次いでるっていうことから何かしら誰かが暗躍してる可能性は否定できませんよねこれね。うん で、えー、時事通信が記事で挙げただけでも、えー、プラグ抜けが起きた自治体は大阪府寝屋川市や兵庫県芦、えー、屋市、えー、神戸市、横浜市など8自治体にもなるやばいっすよね8自治体だぜ、ねねえー、このほかでは大阪府、えー、堺市でも6月1日と10日接種会場のホテルで冷蔵庫の電源が切れて 計人分、えー、数字が怖い666人分のワクチンが廃棄となっている。ということでね、もうハルマゲドン来てますよね。あのなんだっけ、オリンピックでね、IOC がね、あのアルマゲドン、ハルマゲドン、ね、そんなのが起こらない限りオリンピックはやりますって言ったけど、完全もうこれハルマゲドン始まってますよね。<laughs> まあ今のは冗談ですけどね。え1日はホテル側が誤って電源のブレーカーを落としてしまったとのことだが、 10日の方は原因不明だという、あ、なのでホテル側が1日,1日の方はブレーカーを落としちゃったのね。なので、でも10日は原因不明と。誤ってコードを踏んでしまうなどのケースも考えられ、本当に単なるミスなのかもしれないが、もしも わざとプラグが抜かれていた場合は、どういう罪になるのだろうかね、非常に気になりますよね。これは浜門さんかな浜門、えー、浜門俊也かなごめんなさい。ちょっと分かんない。浜門弁護士に聞いてみました。ということでね、ここで弁護士さんが登場します。はい。なんかあの、ぜひあの、令和納豆の時にね、すごい、あの、お世話になっております。高橋先生とかにもね、ここら辺解説していただきたいですよね。もうすぐにやっていったらごめんなさい。はい。えー、業務妨害や器物損壊になりうる。えー、あまり考えたくない話ですが、 え仮にわざとプラグが抜かれていた場合を想定して解説したいと思います。ね、わざとってやばいぞ、しかもそれを扇動してる政治家、ね、政治家なの、あの人って、ね、平塚正之だっけ、ねあの、そういう人がいるっていうのがまたやばいですよね、扇動してる、ねえ、わざとプラグを抜く行為によって、接種会場における接種作業という業務が滞る、ね、かっこ妨害される、ね滞る、妨害される恐れがあることは明らかですから、偽計業務妨害罪、刑法233条が成立しえますと。 ね、またプラグを抜くことによって温度管理ができなくなるとワクチンが廃棄処分となることは、えー、ニュース報道等によって世間で広く知られていることですから器物損壊罪刑法261条も成立しますというこ成立しえますということですねこれちょっと赤文字になってなかったちょっと、ね、赤にするわねやばいっすよねこんなんねだからほら鍵誰かが侵入した形跡がないって前回のニュースでやったんで だからマスターキーかなんかで入って誰か抜いたんでしょう、ね。だからその内部にあんまりワクチンにいい感情を抱いていない人たちはいるっていうことですよね。まあ、それはそれでいいんだけども、犯罪はしちゃいけないですよね。いろんな思想とか考え方を持つことは自由だとヒロシは思うんですけども、それで邪魔して、本当にこれワクチンが2100人分がパーになったんだっけ大変な量ですよ、ね。 だからね、そういうのはやめてほしいと思いますね。はい。どのぐらいの罰になりますのあのどのどぐらいの罰になるのってね、えー、書いてありますね。えー、このようにプラグを脱ぐ行為という1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合を、観念的競合、刑法54条、1個前段と言います。わかんないね。観念的競合なんて、広瀬初めて聞きました。ね、ここら辺ね、誰かわかりやすく解説してほしいですね。チラッチラッチラッってね。観、え、念、ー、的競合の処罰については、えー、それはもっと 最も重い刑により処断するとされますうーん何何最も重い刑。うんまあ、よくわかんないですね。同行うう、吸収主義。わ、ね、か,かんないね。法律って難しいね。うんまあ、とにかく、その最も重い刑により処断される、えー。3年以下の懲役、または50万以下の罰金の範囲で処罰されることになります、ね。ザマーですけどさ、まあそれザマーで進めばいいんだけどさ、結局さ、2100人もワクチンパーになってるわけだから。 なんかそういうのなんか残念だよね。まあ、その分でね、もし、ね、接種できなくてね、なんかそういうコロナにかかって亡くなっちゃった人とかいたらどう、取り返しつかないじゃないですか。ね、やめてほしいですよね。こはね3年以下の懲役、まだ50万円以下のパッキン。ね、もう何回でも言いますよ。やめてくださいね。え接種するかどうかは自由。でも妨害は NG。当たり前ですよ、こんなワクチンをめぐっては、えー、ご情報どうも飛ぶかっていますし。 ワクチン接種をするかどうかは個人の判断に委ねられているはずなのですただワクチン接種を希望する人や接種行為に従事している人に迷惑をかけるような行為は許されません、えー、上記解説のようにプラグを抜く行為は 犯罪行使に該当している行為なので、えー、万が一そのようなことをすれば、えー、検挙される恐れがあることを強く自覚していただきたいと思いますということで、えー、検挙される可能性非常に高いですので、えー、絶対この広ロの放送を見たらね、もうちょっとあれ、思いがあるなっていう人はですね、まず自首して、もう絶対やらないようにしてください。はい。でまあまあ,あの、あとコメントもね、いろいろ書いてありましたので、まあ、一番コメント数、あのなんかいいね数が多いやつから読んでいきたいと思います。会、え、員、ー、型でも防犯カメラの設置は必要だと思います。これですよ。広ロいつも言ってんじゃん。ドラレコ設置しろドラレコつけろって、ね、もう業者の回しも だって思われても買わないから、ドラレコをつけてくれーってね。いつもあの事故とかのね、あのなんだあのニュースやる時言ってますよね。だから防犯カメラ絶対重要です。設置場所には関係者しか入れないんだから、過失にしろ原因ははっきりさせた方がいいです。えー、カメラ設置に反対するオーナいたらそいつが犯人でしょう。とまあ、そうですね。確かに関係者しか入れないってことはまあそういうことですよね。で被害投げ出してるのかわかんないけど。 身内だったたら確かに出したくないよねうんなるほどな、うん。やっぱりカメラつけた方がいいですね。カメラつけましょう。はいえー、と次え、プラグを抜こうと支持者はおり、プラグは抜けていたというニュースに対し、ね「ハッシュタグありがとう」とツイートしてるのは政治団体の当主ですよね。誰ですかね一体どれなだね。一体どれなんだラジラーみたいな、ね。本人は自分じゃないと言い訳を始めたみたいですが、わらわら。えー、ツイートしてしまっている以上関係ないでは済まされませんよ、えー。警察は今まで政治団体だからといくつの犯罪行為を見逃してきたのか。政治団体ならどんな発言も迷惑いも 許されるのか、まあ、そんなことはないですけどね、えー。その結果、政治団体だから許されると調子に乗り、過激になってしまった。そろそろ本腰入りで捜査するべきだと思いますということで、まあまあ、許されてるかどうかね、政治団体が許されやすいかどうか分かんないんですけど、まあ、本腰入りで捜査っていうのはね、なかなかね、いい,あのい,い傾向だなって広島は思いますけどね。はい、えー、ワクチンは国が製薬企業から購入して国民に無料で提供しています、えー。わざとそういう行為をしたんなら、無駄になったワクチン分の代金を国に納めさせるべきだと,、えー、だと思いますということですね。その通りですね、うん、その分あのちゃんとあの返金してください。はい、あのしいプラスあの、 迷惑料量,、ねはい、量めちゃめちゃかぶせてもいいと思いますよ。よ広司はいえー。そもそもハッシュタグでつぶやいたその人。 本気で自分の主張が絶対だなんだと思っているのは危険でしょう。早く検挙してもらいたいですと。ということですね。はい。あとえー、っと、じゃあ最後ですね。重要な冷蔵庫なのに、引っ掛け方、えー、引っ掛け方コンセントになっていないの、えー、ひきこれ引っ掛け方でいいんですかねえね、えー、引っ掛け方になっていれば踏んだりしたぐらいでは抜けないから、ね、それで抜けていたら人的に抜いた証拠でしょということで、まあ、冷蔵庫のコンセントってそんな簡単には抜けないと思いますけどね。ねつまずいたら絶対みんなすぐ気づくと思うんで、どうかなと思いますけどね。で最後にちょっと Twitter を軽くね、読んで終わりにしたいと思います。んーとこう ここら辺から行こうかな。これね、えー、プラグを抜こうの意味を理解した時きほど、えー、この画像を使えると思ったことはないと。エヴァですね。やはり最後の敵は同じ人間だったな。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね。もうちょっとあの、ヒロちゃん、エヴァはちょっとトラウマなんで <laughs>、これはね、えー、非常にトラウマなんでね、ちょっとあのー、中学生かな、高校生かな、見たときね、ショックでね、<laughs> しばらくなんか、あの、寝つけなかった時がありますけどね、はいね、最後のとあの人間の敵は人間であるということでね、まう死とより怖いみたいなね、はい。であと、プラグを抜こうとか言ってる人の作業中のパソコンとか、冷蔵庫とか、髪の毛が抜けますように、ね。<laughs> それいいですね <laughs> 作業中のね、プラグをプツッとね、<laughs> はいざまあ、みたいなね、まあ。ノートパソコンだったらあれですけどね、あのデスクトップ型だったら終了ですよね、うん。髪の毛ってのもいいですね。また髪の話してる、みたいなね。<laughs> すいません。<laughs> えー、あとね、えー、これから今月16日にはワクチンの危険性を訴える政治団体の当初を名乗るアカウントが、えー、大田氏の事例を報じたニュースを引用。えー、ありがとう、ね、プラグを抜こうとツイートした。えー、当初は取材に対し、アカウントが私のものから言う必出はない。投稿を見たことあると話してる。やばすぎ。た <laughs> そうですね、あのー、アカウントが私のものか言う必要はない。ちょっと逃げてますよね。だって、なりすましだったら、いや、僕こんなの滑ってませんよって絶対言うじゃないですか。私のものか言う必要はない。わからない。みたいなこと言ってね。まあ、完全にこれはちょっとね、のらりくらりと逃げてますね。はい。アウトです。ということで、これもリツイートしておきます。えー、最後かな、これね。 えーっと、長 P さんかな威力業務妨害だし、器物損壊でもある。あ、えー、あ、器物破壊ね、器物破壊でもある。これはいたずらでなく犯罪行為であることをマスコミはちゃんと伝えるように。えー、また、ありがとう。ね、ハッシュタグプラグを抜こうとツイートした政治団体の当社の名前もちゃんと報道するように、えー、匿名にする必要はないと、えー、断言しております。ということで、これを、えー、リツイートしておきます。ということで、ね、えー、このぐらいにしとこうか。えー、というわけで、ね、えー、っと、というわけで、ワクチン冷蔵庫、えー、プラグを抜こうが話題。ね、本当にやったらどうなんのということで、本当にやったら 犯罪です。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。ね、ここらへん、あの、ちょっと、一時停止して見てみてくださいね。あと、記事の、あの、全文は、あの、概要欄にちゃんと引用元で貼っておりますので、はい、自分の目で確認したい方は、ぜひ見てみてください。ということで、今日は本当にこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。あ、そうだあの、チャンネル登録ね。あ、そう、いつも言い忘れた。あの、チャンネル登録とかね、していただけると、またこういうね、ニュースやってるか励みになりますから、もしよかったらよろしくお願いします。うぜーって思った人、すいません <laughs>。 <laughs> あとコメントとかあったらどんどん書いてくださいね。あのー、結構ひろし皆さんのコメントを見て、あの動画どういうふうにしようかなーって結構ね、あの勉強してますので、あの参考にさせていただいておりますので、よろしくお願いします。じゃあ本当に今日はこのぐらいしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。